ございます。3月11日、波の方は腰から腹あるかないか、まあ全然サーフィンできるコンディションです。平成22年度補正予算では、子宮頸がん予防ワクチン等への接種事業の財政支援、これは1085億円でありますけれども、また1000億円加算をいたしているところでございます。このような対応を講じまして、現金給付と、それから現物緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。の予算になっているところでございます。現物給付のバランスに努めているところで、緊急地震速報です。岡田博士君、はい、次の地域では強い揺れに警戒してください。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県です。今この国会でも揺れを感じています。先ほど国会の中の揺れがまだ続いています。まだ揺れてる。すげえ投げ。なんだこれ。すげえ。なんだこれ。まだ揺れてる。やばいね。ついてきたかな。まだ揺れてます。まだ揺れてるな。すごいね。Thank you.
こちらは日本ビル管理室です、建物が側には絶対近づかないようご協力お願いします、倒壊の恐れがあります。郡山市の飲食店です。1階部分の天井がすべて落ちています。すごく大きな揺れがしました。壁が壊れています。この壁がすべて落ちました。なんだひどいこれ。まさか自分のところにこれ来ると思わなかったね。原発やばくない？原発やばい。これ下も全部地割れしてる。これ津波来るよ。高いとこ行った方がいいね。何来るわこれ。先ほどの地震で岩手県と宮城県、福島県に大津波警報が出ています。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。また海岸付近の方は早く安全な高いところに避難してください。現在の気仙沼の様子です。この画面からは海面の変化、潮位の変化や津波のありなしを確認することはできませんが、早く安全な高台に避難してください。ただいま岩手県県南大津波警報が発表されております。もう待って、こっちから行っちゃったな。そしてあなたと思う。2階、3階の方上がってください。子どもたちは2階の集会室です。まだ強い余震が、断続的に、続いております。もう道路は信号機も止まって、大渋滞です。今現在3時6分。まだ海面の変化はないと思われます。ちょっと向こうに行けたら、無理でね。え、ここ行くの無理でね。無理だわ。あそこ全部抜かるよ。抜かる。よし、行くぞ。出られない。よいしょ。よいしょ。よし。あら、うわ、出られなくなってるわ。こちらは青森県の八戸市の様子です。車ありますが非常に危険ですね、これは。はい、大津波警報、津波警報が出ていますので、どうぞ海岸や河口付近からは早く避難してください。屋上に避難してください。危ないよ、そば。見てる方危険ですよ。避難してください。15時13分です。結構大きな余震が来てます。ほら、そこが出たじゃん、あのあれが。そう、あの海です。してほら、ジェイカの前のほら、今この桟橋の足が見えてるってことはかなり引いてるってことですか？見えてきてるから。見えてきてる。桟橋の上。来てる？ちょっとわからないです。上がってきてるじゃん、こっちよ。あ、ついてきた。何？あ、何？来た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 。
な波は。そうだね、3メーター。あ、超えるなこれ。あー、もう侵入してる。あー、今何時ですかね。1号2丸。あー、流された。救命队员，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 救命队
市の港の様子です。港の境を越えて水が市内の方に入り込んできています。すごい津波の力です。港の水門を越えて今水が釜石市内に流れ込んできています。釜石の市内の浜町は水浸しになっています。はい、こっち来て。どこに？
今あの仙台市の映像が入ってきました。これは川でしょうか。これは川に津波が遡上している様子ですね、はい。これは仙台市の名取川の現在の様子です、はい。こうした様子はあの1983年の日本海中部地震の時もですね、はい、観測されています。これはあの津波が押し寄せて川を遡っている様子です、はい。こうしたようにあの海沿いでなくても川の河川敷であってもですね、津波は押し寄せますので、海沿いはもちろん海につながる川については絶対に近づかないように厳重な警戒が必要です、はい。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近でしょうか、現在の状況をご覧いただいています。海の方から、そして今これ陸上の様子ですけれども、家が津波で流されている様子が分かります。これ住宅や建物が津波で流されています。そして畑も今飲み込んでいきます。建物やそして車が見えます。黒い波が今住宅や畑を飲み込んでいきます。名取川の河口付近の様子です、そして今炎も見えます。こうして津波が押し寄せる場合は一緒に油なども押し流されて火災の恐れもあります。大変危険です、はい。北海道南西沖地震の時も津波を生じたエリアでは広い範囲で火災が起きました、今この海水と土砂と瓦礫が混ざったこの濁流に巻き込まれるのは非常に危険なので、すぐにこの周辺の方は避難してください。もし、避難する高台がなければ3階から4階のコンクリートのしっかりした建物、そういう建物に上がって、なるべく上層階に上がってください。住宅や畑などを飲み込んで、そして今濁流になって流されていきます。被害の情報などは分かりませんけれども、これは津島さん、大きな被害が、はい。今気象庁から最新の、これは民間トラック東南海南海の仙台市の情報です。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近の映像です。先ほど流されていく様子が分かりました。現在時刻は4時になったところです。波が今ビニールハウスや住宅を飲み込んでいくところです。島から東北の巨大地震のようですね、出てきた第一原発。うわすげえ、やられちゃってる。鉄道の情報です。首都圏では JR の在来線が今日いっぱい運転を取りやめました。公共機関では都営バスが運行を再開していますが、東京都は民間バス会社に対しても便を増やしたり運行時間を延長したりできないか要請しているということです。ご覧いただいているのは東京都品川の
現在の様子です。多くの人が歩道、そして車道にも溢れています。車道にはたくさんの車が列を作って渋滞しています。車はほとんど動いていません。煙が出てますね。とりあえず行きましょう。ダメだって。あ、僕は、かなり押し流された。もう壁も剥がれてますか。今、高台にある大船渡病院に到着しました。そして消防団の服を着ている人でしょうか、ワゴンの車で人を運んでいる人たちの姿も見られます。どこが痛いの？次々と怪我人が運ばれております。先ほどの山陸からの情報、病院行方不明25、中学生23、保持しましたが、25名のうちの23か、それとも単独の23か、どうぞ。警視庁新聞。建物の屋上等にいる方々。そうですね。それが点在してます、各地に。一番多いところで50人まとまっているところがあります。10棟目にしたのの3分目ぐらいで、こっちはこっちで25度26から25度26の5分ぐらいだった255。負傷者はね、負傷者は出場できないんですよ。どうするの今運ばれる避難者ので、一般の避難の方もういっぱい来てましたから、ちょっともう混乱状態なんです。何人ぐらい？もう満杯、満杯です。宮城県名取市の文化会館の避難所です。大勢の、市民がですね、こちらに避難されています。毛布が届かないため、体育館のカーテンを外して、避難してきた人々に配って、暖を取るようにしています。建物がグラグラと揺れています。建物がグラグラと揺れています。怖いです。まだ余震は続いています。怖いです。どういうですね。午後7時20分。火がどんどん広がっています。うわ、すごいわ。あれ、亀井のタンクのとこまで行ってる。あいつ亀井のタンクっすか。多分グランダタンクだ。あ、ね、タンクだ。地獄だな、もう。うん、亀井ところ大変申し訳ございません。現在の状況を見ますと、それぞれの集落も大変大きな被害を被ったと思われます。しかしまだ情報が取れません。皆さんにおかれましても、それぞれご家族のこととか、知人、友人、
いろいろご心配をなされているかと思いますが、大変申し訳ございませんけれども、現時点ではその安否確認もできない状況にございますので、大変申し訳ございませんが、ご辛抱をしていただきたいと思います。時刻は1時56分に間もなくなろうとしております。不安な夜を迎えてらっしゃる大勢の方がいらっしゃると思いますが、どうぞここは心を気を確かにしてですね、隣の方とお互いを気遣いながらこの一夜を過ごしましょう。深夜から早朝にかけては気温が下がることが予想されています。東北地方、太平洋の沿岸ではいずれも氷点下の気温になりそうです。寒さに注意してください。不安な夜を越えてまた明日から、大変な、状態は明日も続いていろんな被害の情報も入ってくると思いますが、とにかく、今ゆっくり休む、体力を温存するということに最大限心を砕くようにいたしましょう。福島第一原子力発電所における事故に関しては、非常用炉心冷却装置による注水が不能な状態が続いておりますが、放射性物質の放出はありません。現在、復旧に向けて関係機関が全力を挙げております。しかしながら、21時23分、念のため総理から半径3キロ以内の住民に避難命令、半径3キロから10キロ圏内の住民に対し屋内退避の指示が出ております。とりあえず近い安全な県まで移動してもらって、ピストンで何回もこれやんなきゃならないから、288号線を抜けていくようになりますので、そのような形で交差点の方にも消防団の人が立ってですね、誘導の方をお願いします。大熊町田村市に向かっているということです。車の列が来ていると言ってね、はい、岩手県宮古市の上空です。市街地は津波の被害でめちゃくちゃに壊れています。津波による水が奥深くまで押し寄せています。南三陸町志津川です。この辺り建物が並んでいたと思われる場所なんですが、ほとんど姿がありません。手前の建物の上に人影が見えます。避難をしている人たちと思われます。建物は四方完全に水に取り囲まれています。
釜石市の大町の商店街の様子です。アルソックって書いてますので、そこに取り残されてるんですよ。13時56分、ただいま災害現場では、自衛隊員による行方不明者の捜索が行われています。なんかある？ありそう？ちょっと待ってね、ガラス注意、ガラス注意、ガラス注意、そこにドアが、すぐ。ああ、はいはい。これ取れねえか、これ。これ、厳しいな、これ。ちょっと待って、人いるんだ、ここ一緒に。動いてるから。車の中です。車の中。そのまま一晩、うん、寒かったな。エンジン切れたの？車のエンジンも全部切れてないの。だから夜の中にと寒くて。よかったんだ、コンさん。よかった、よかった、よかった。すでに600人以上の人が訪れ、教室で疲れ切った表情で過ごしている人もいます。中には教室に収まらず廊下で寝ている人もいます。すみません、ここにある食物非常に少ないです。それでもう一人少しでも食べ物が口に入ればというふうな形で苦肉の策でいろいろ分け方考えております。でバナナは一人一本というふうにしたいと思います。お子さんから渡したんで、もうちょっと待っててくださいね。すいません。はい、お子さん、どうぞ、非常にこっちに来てください。どんどん来ていいよ。お子さん、こちらの方に来てください。まだもらってない。お子さん、どうぞ。原発の様子が映っていますが、向かって一番右側が1号機ですね。1、2、3、4つの、建物が見えますけれども、向かって一番右側が1号機です。
今原子力発電所に関する新しい情報です。経済産業省の原子力安全保安院などによりますと、福島第一原子力発電所で今日午後4時ごろ1号機のあたりで爆発音が聞こえた後、煙のようなものを目撃したという情報が原発にいた人から寄せられました。原子力安全保安院はまだ詳しいことは分かっていないということで状況を調べています。原子力発電所1号機付近での白煙発生についてが1枚目。本日午後3時36分ごろ、直下型の大きな揺れが発生いたしまして、1号機付近で大きな音があり白煙が発生いたしました。プラントの状態、外部への放射能の影響については現在調査中でございます。今後安全の確保に全力を尽くしてまいりますとともに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続監視してまいります。以上でございます。今日は地震から2日目の朝を迎えたということになりますが、孤立している人たちがまだ大勢いますよね。この20年この方も歩けない、歩けない人もいます。おばあさんの杖ついてからこれで、はい、ここまで道路を作ってくれれば、ここ行ったり来たりは救急車とかできるようになるんで。重機があるんだけど、はい、重機で行ける？重機で避けられます。避けられる、避けられるような断崖です。あ、本当。もう旦那じいちゃん行けるね。ここもじいちゃん行けるね。この受け止めじいちゃん行けるかもね。日当たりそうで、自分あそこの建物見てきます。だからあの建物は下手すれば中にいるかも。はい、本当にありがたいです、本当にありがたいですね。もうありがたいしか言えないですもん。
360。はい。頭210。210。もう少し大元で考えればよかったないと、あまり簡単な考えすぎたんだね。あまり甘く見たっていうんですか、これが一番かやめなのね。私も揉まれてる時にはもう濁流で真っ黒ですから何も見えなかったですよ。体がぶつかってくるのが枯れ木で、ただただ必死になって助けて助けてって呼びかけてね。悔しいんですけどもね、もっと家族で話し合って津波の時はこうしようっていうのをちゃんと決めておけば助かったかもはないですよね。津波での犠牲者を本当にゼロになるように同行動しなきゃないっていうのも伝えていきたいですよね。思い切り手を伸ばして掴んだ瞬間の感触はあるので、いつもいつもあの日のことがこう頭の中にも思いの中にもあるから、だからどんなことがあったって忘れるはずもないしね、忘れるはずもない。